我慢、本当我慢、8割我慢だな、9割かな、それぐらい。20年やってきて分かったね、いい時にはちょっと、あとは全部我慢。結果を出さなければやった意味がない、過程がどうであろうと結果が大事っていう世界なんで、まあ40ではありますけど、まあ、1年1年勝負にはなると思うけど、さらに高いレベルを求めていきたいなと思います。頑張った。嵐を来るのずっと待つっていう、もう嵐を来るのずっと待つっていう、そういう気分でいないと乗り切れないですよね。リラックスしながら今まで その自分の競技人生を振り返って死ぬ気で頑張りたいと思います。残り2周、レースは早くも大きな動きを見せる。早い段階で主導権を握ろうと青の4番車深谷智弘が一気に加速。その深谷のスピードに乗り、オレンジの7番車浅井康太、そして黒の2番車山口浩二ら中部の精鋭たちが先頭に抜け出した。隊列は1列膨張、深谷を先頭にレースは一層スピードを上げていく。残り半周で深谷に代わって飛び出したのは、ここまで後ろで様子を伺っていた浅井、それに続く山口。
混戦を制し勝利をつかんだのは山口浩二。13年ぶり2度目の頂点に返り咲いた。やっぱり運はみんな平等にやってきますからね。それを掴むか掴まないかというのは自分の普段のこう行いというか、そういうのがありますから、掴むのも自分の力なので、だからその掴む力を運が来た時に養うのが普段普通の日常なんでね、だから運を掴む力っていうのは普段蓄えなきゃいけないですね。